ピーチーズ・ハニー・ブロッサム、ミシェル・シャーロット・エンジェル・バネッサ・ゲルドフは、イギリスのソーシャライト、司会者。ゲルドフは1989年、ロンドンで、ベルギー系アイルランド人で、ミュージシャンの父ボブ・ゲルドフと、母、ポーラ、イエーツの2番目の娘として生まれた。祖父は、テレビ司会者のヒューイ・グリーン。姉妹に、フィフトリキシベル・ゲルドフ、ピクシー・ゲルドフ。 ヘブンリー・ヒラーにタイガー・リリー・ハッチェンス・ゲルドフがいる。彼女はチェルシーで育った。バタシーの父の家を出て行った後に、イズリントンでフラットを借りようと思ったが、当時の夫マックス・ドゥルミーとニューヨークに移り住むため、諦めた。ウィリアムズバーグ、ブルックリンのアパートと、ショディッチにある親友・フィフィ・ブラウンのアパートで、長い時間を過ごした後、現在は、ロンドンのメイフェアホテルに滞在している。 ゲルドフはイギリス版エルガールのコラムを2004年4月号から2005年10月号まで執筆。また、デイリーテレグラフとガーディアンのコラムと記事をいくつか執筆した。ゲルドフは自身のリアリティ番組ピーチーズ・ゲルドフ・ティーン・エイジ・マインドを書いて発表した。2006年3月1日にスカイワンでピーチーズ・ゲルドフ・ティーン・アメリカが放送された。ITV の番組 トゥナイトのリポーターとして働いた。2006年にタトラーのファッションアイコンリストトップ10で7位に選ばれた。2007年には雑誌 FHM の読者投票により決まる世界で最もセクシーな女性リストでは53位になった。彼女は容認されたエンコ採用、パーティーライフスタイル、ジ々野生的で自滅的であることが批判されており、批評家は 彼女の富と名声への渇望を潜在的な問題として注意している。ピート・ド・ハーティは2005年のライブ8の舞台に上がる前にゲルドフに際どいコメントをされたために満足なパフォーマンスができなかったと主張した。プレスによればこの主張に対して意見が分かれており関係者の多くが彼女はバランスが保たれて現実的だと述べている。2007年9月にロンドンファッションウィークで p p q のショーに出演し、キャットワークデビューをした。彼女は、オーストラリアのブランドドッティの顔となった。友人フィッフィブラウンと共に、dj ディオとしても活動する。2007年9月に、イギリスの雑誌、ハローでデフィージャーされ、マリリン・モンローの映画コスチュームであると語る3着のドレスを着て登場した。雑誌は、ゲルドフにガウンを着せるために7000ポンドを支払った。 そのガウンはアカデミー賞受賞デザイナーのウィリアム・トラビーラがデザインしたものである。彼女に対するタブロイド報道は主にライフスタイルに集中し、特にドニー・トゥレット、ファリス・バドワン、フレディック・ブラッド・ロイヤル、ジョーガン・モイラントを含む有名人、ボーイフレンドとの交際に注目が集まった。しかし、彼女自身はそれらの噂を熱心に否定した。2008年8月5日に、 ゲルドフはラスベガスでマックス・ドゥルーミーと結婚した。同8月12日に幸せな結婚を発表して非常に喜んでいると声明を出した。互いの名前を手にタトゥーで入れた。二人は2009年2月7日に結婚が有効的に終わったと発表し離婚した。2014年4月7日、ヘロインの過剰摂取により死亡した。ありがとうございます。